いきます、はい、す、す、するめ、するめ、す、滑る、滑る、ストップ、すっぽん、滑るか、滑る。いや僕は、はい、あのものすごいなと思ったのが、はい、プロってすごいなと思ったんですよ、はい、あのプロ、まあ、芸人というもののこのプロ、はい、プロ意識っていうのはほんまにすごいなと思いまして、はい、っていうのはあの今年のホエカゴ、ホエカゴ、はいはいはい、ホエカゴ行列のホエカゴに乗せてもらったんですよ、はい、松竹芸能からも出るし吉本興業からもそのいわゆる籠が出て、はい、吉本興業さんはあの文枝師匠が乗られて、はいはいはい、松竹芸能は僕らシンデレラエクスプレス乗せてもらったんですよ、はいはい、ほんで各例えば商店会からは誰が出てとか、はい、ウィッキーさんが来はったりとか、ね、はいはい、あと松竹座からはあの中車さんとか猿之助さん、はいはいはい、新しい猿之助さんがあのいわゆる香川照之さんとか、そういう方も乗ってはったりとか、ほんで、まあ、朝ドラの、 あの夏菜さんとか、はいはいはい、はい、そういう人とか、はい、もうものすごい方がいっぱいなんですよ、はいはい、ほんでそれが全員でこう移動するんですね、はい、船乗り込みからまず始まって、はいはいはい、ほんなもう周りにそういう方がいっぱいいてるし、はい、うわもうこれちょっと嘘みたいな世界や、みたいな、ほんで船乗り込みの時に僕の斜め前に加門達夫さんがいらっしゃって、はいはい、でまあご挨拶して、はい、僕もおそらもう昔ヤンタン、はい、ヤンタン水曜日、はいはい、野風さん、大津琵琶湖さん、伊藤正治さん、麻、は、坊、いはい、さんやってはって、途中であの小福亭翔子さん、翔、はい、子って言ってあの、鶴子師匠のお弟子さんで、翔、はいはい、子っていうのは今の加門さんなんですよ。ああそうなんですか、はい、で加門達夫さんがまだあの鶴子師匠のお弟子さんやった時に、はい、しらけ話のコーナーって言って、はいはい、そういうコーナーをやってはったんです、はいはい、なんか桃太郎が桃か、どんぶらこう割ってみたらあの桃太郎割れてましたとか、はい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 、なんかそんなをこうやらはるコーナーがあって、僕だからもうそんなんを聞いてるし、カモンさんってもうずっと僕の中ではそういう好きな、はい、もう憧れの方 で、はいはい、でうちの息子の今世代では大もうまた大スターなんです、そうですね、はい、はい、ひらめきのところなんですね。そうなんですよ、はい、ほんでそのある方の結婚式その前に、はい、行かしてもらった時にもそのカモンさんいらっしゃったりとか、はい、そんなんで、ほんでそのホエカゴでもご一緒させてもらったんです、はいはい、ほなシンプレお前だけはこの船乗んのはちゃうんちゃうかとかね、まあ空気入れてくれはるそんなんまた嬉しいじゃないですか、はいはい、すいませんあいやでもなんか夢のようですよ、はい、夢やった夢で噛み締めていきやとかいや見たらもうだってあのその一箇所に集まって何万人も沿道に人がいてはって、そこで挨拶するときに、はい、高野花親方も挨拶しあるし、はい、で挨拶する文枝師匠も挨拶いう中に僕らも挨拶するんですよ、ほなもう僕もその中でちょっと引いてるからちょっと後ろの方にと思ったら、パッと見たらなんかうちの相方も関係なく誰にでも行くんですよね、もうあの夏菜ちゃんとか言って夏菜ちゃんあのあれ朝ドラ見てんで、あれもうこれからどないなの教えてや教えてやすごいですね、どうなんのほんまに教えてや夏菜ちゃんちゃうんですよ、なんか役柄で呼んでますから、何やねんそれ、ほんでパッと見たらもう相方がもう相方の形でてんてんてんってなって、おらんから相方どこ行った、はい、思ったら今度もう中車さんとこ行って、はい、この前のボクシングのタイトルマッチあれすごかったですよねとか言って二人でボクシング談義してるんですよ、ほんでこんなどこまでこの人行ける人やみたいな、ほんで俺はいやいや明日のジョーの実写版見ましたけど丹下段平屋の最高でしたって言いたいけどそれも言われへん言われへんのになんやねんって思ってて、ほんで文枝師匠とかもご挨拶皆さんの 前に何万人に対してしてはるんですよ、はい、そんな時にいやいやいや僕らはそれをこう横で見る形になるんですよ、次は自分らとかが来るんですよ、順番待ちですよ、ほんでこうしてたらあの後ろで声がするんですよ、
いやそんな遠慮して見ないでくださいって言って、はい、もっと前の方に行ってもらっていいですからとか言って言われるんですよ、はい、なんか えっと思って見たら僕のと隣のところ、はい、と隣から斜め前です、はい、斜め前からこういうんですよ、ふっと見たら鷹の花親から、はい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 、僕の方が大きいですから、はい、僕の前に行ってくださいとか言って、ええ人ですねとええ人ですね、いやいいですもう親方もう僕後ろの方でって言ったら、いやいいですからって言って僕の体をピュッともう持ち上げて、はい、自分の前ひょいって置いてくるんですよ、うっちゃりをしてくれます。うわ親方すいませんみたいな感じでもう夢のような感じになってまして、ほんならそこでカモンさんがね、シンプレってこういう何万人ものところで挨拶なしようと思ったらみんな見てみーと、これもうねもう文枝師匠もええ話してはるね、注射さんもええ話してはるやろって、こういうところではねこう逆にこうプッとこう場を締めるようなこうことをせなあかんけども。俺ら色もんはそうはいかんと、はい、な、お前分かってるかと、こういうところでやっぱり分かさなあかんねんって言って、はい、その冒険をするお前に勇気があるのかっていうことをサングラス越しに、はい、言われるよ、はい、空気にあると思ってカモンさんそれはいやいやいや、そういうことはええ話もせなあかんけども、はい、ここはやっぱり滑ろうね、はい、滑ってる場合やないでと、はいはい、要するに滑りたないがゆえに綺麗に行こうなんていうのは我々色もあきまへんでと、はいはいはい、これは文化人、はい、落語家さんとは違うんやからみたいなこと言われて、はい、分かりましたみたいなこと言って、はい、ほんでなんかしたけど僕ら上がって、はい、でどうとか言ったらもういや今日はねこうやってこんな感激ですよとか言って、はい、なあって言うて言うたら、うちの相方が嬉しい軽々みたいな嬉しい軽々言うて勝負で二角でございます言うたらやっぱりエンドの人笑ってくれはったんですよ、わーって笑ってくれはって、で、いや、よかったんじゃないのこれはみたいな、ええ感じのところでさっと短めで降りよう、どうもでも頑張っていきますよってちゃんと拍手もパッと降りる、はいはいはい、降りたところで、続きましてはカモン達夫さんですって、はいはいはい、行く瞬間にシンプレまあまあ頑張ったけどもまだまだ冒険が足らんでって言ってその舞台上がってたんですよ、はいはい、ほんでカモンさんですよ、はい、もう何万人いてるさ、はい、カモン達夫様あえてうわー盛り上がったところで、はい、カモン達夫でございます言うて、でその時ギターは持ってはないんですけど、はい、口で言わはるんですよ、はい、吠えかご行列ですよ、はいはい、チャラリーン、花から吠えかごシーン水を打ったような滑らはったみたいなみたいな、ほなカモンさんがそこからパッと降りてくるときに時には冒険も必要やとカモンさん冒険が過ぎましたねいやすげえなーと思ってすごいでしょ、鼻から牛乳でいいんですよ本来なら、でもそれを鼻から吠えかごって言うてシーンってもう見事になったんですけど、僕それでもうカモンさんすごいって言ってすごいですよってこうもう手握りに行ったんです冒険は必要やなって言って鼻から牛乳だ、拍手が起こってたでしょうね、はい、鼻から牛乳でいいんですよ、ね、牛乳の拍手ですよね、はい、でも鼻から吠えかごですよ、神事ですよ、神事のことを鼻から吠えかごですよこれはどうやって話しなきゃだけどそれをそこでやらはったんですこのね、なんか芸人魂ってね、僕はこれはすごいことやと思ってもうより好きになって大尊敬ですね、カモンさんはもうそこの位置に行ってもう普通にやらええのにそれをやってる素敵でしょ、すげえ素敵です、ますます芸人として爪をどんどん好きにもうこんなことはないと思いました、すごいなと思いました、はい、もう大好きに、より好きになりました、息子に帰って言いましたもん、鼻から吠えかぼって言わはってんねー言うてそれ何のことっていうのすごかったんですよ、滑るのす、はい、関係なくっていうのはね、はい